こんばんは。こんばんは。こんにちは。かきむきです。行きましょう。絶大なる人気を持っておりますけど、日本ではそれほどかなと、
ちょっと我々昔から子供の頃から聞いてきた世代なんで、ちょっと今回ね1年ぐらい前からトンペティやってみようかということで今日の日になりました。はい、最後まで皆さんよろしくお願いします。知らない曲ばっかりだと思いますけど、それをいいことに思いっきりやりたいと思います。よろしくお願いします。一応次は、スティービー・ニックスとトム・ペティがデュエットしてるので、まあアメリカの居酒屋的なね、居酒屋ドンジャデュエットっていう曲、デュエット、木の実ならの、あの五木ひろしのね、居酒屋アメリカ版と、ぐらい、気持ちが入ればいいんですけどね。まあ、やってみましょうか。はい、
Keep
Thank you.
うどんのパウダーセット。
最初のレインボーさんに比べたら音数半分ぐらいですね。手数音数半分ぐらいですね。足もね、音感が高めでやっておりますね。心地いいです。間を大切に。もう高校の時にもう早弾きするのを私諦めまして、もうレインボーも好きだったしね、ジューダス・プリストも好きだったし、ね、もう高校時代に諦めました。で、このバンドもストーンズとか、フーとか、メンバーチェンジをメンバーの入れ替え少ししながらやってた時期もあったんですけど、もうあれこれもう15年ぐらいはなんかアメリカンな感じでブラッククローズとかね、なんかやってる時期もありましたけど、なんか今日は、ね、ブリティッシュ系に囲まれて、ちょっと一休みできたんじゃないかと思って、すみません、ありがとう。引き続きアメリカンな、トム・ペティのナンバー、3曲いきますんでよろしくお願いします。
ロックスターがいなくなってしまうのは非常に悲しいですけど、ね、来年はまたいいことがありますように、高いところから失礼です。どう思いますか？幸せをお祈り申し上げます。以上です。そこそこ喋れたと思います。じゃあトムペリーナンバー出ないで話題になりましたけど。
結局出ませんでしたね。なんかパーティースミスが出たそうですけど、見られた方います？あ、浜ちゃんね、浜ちゃんみたいな。ちょっと間違えちゃったみたいだね、パーティースミス。しょうがないね、多分リハーサルもろくにでやらせてくれなくて、いきなりオーケストラみたいなバックでね、そんな感じでしたよね。まあね、ボブ・ディランどうだったんでしょうね、良かったのかどうかよく分かりませんけど、まあそれも含めて去年はいろんなね、びっくりすることがいろいろありましたけど、まだ今年ね今年はね、いろいろありましたけど、また来年も世界が平和でありますように、お祈りして最後の曲いきたいと思います。Something you'll never enough. I guess I'll never know.
ありがとうございました。